次回の出稿枠はお送りした資料の6ページにあります。表の通りで。あのさ、めいちゃん、部屋着で会議しない？え、でも仕事ですから。いいよ、クライアントの俺が言うんだから。ねえ、その後ろの写真、それ彼氏？いや、同じゼミの仲間で撮った写真でして。ついでに、どんなベッドで寝てんのか見せてくんない？これだからリモートワークなんか大嫌い。黒田さん、仕事と関係ない話ばかり。何がダメなんですか？え？いや、わかるよ、そういうのセクハラだのなんだのっていう問題があるのは。でもね、そんなこと言ってたらこの業界仕事ならないですよ。ごめんなさい、新型ウイルスから逃げ回っていたらこんなところまで。どういうことなんですか？それより今の話は聞き捨てならないわね。上司としてちゃんとクライアントに注文つけるべきじゃないかしら。特殊総務課のあなたに営業の厳しさがわからないでしょ。私たちはこうやって仕事を取ってきたんです。何がおかしいんですか？猫が安ぎぶし踊ってるわ。猫動画見てんじゃないよ。あのね、自宅で仕事できるんだし、私の若い頃に比べて天国ですよ、こんなの。まったく古いわね、顔が。そういう時頭でしょ。1万人以上診察してきた金髪アフロの精神科産業医井上智介ドクターによると。急に何ですか？てかその人いろいろ乗っかりすぎててよくわかりません。コロナ以降リモートで便利になった反面、24時間仕事ができてしまうため、かえって社員の精神的負荷が大きくなってるって聞いたことない？あ、そうなんですか？みんなから遊んでいると思われているんじゃないか、そういう焦りから自分を追い込んじゃうのよ。そうなんです、むしろ会社来た方が気が楽で。とにかくこんなリモート時代に社員を悩ませる新しいストレスが生まれたの。それがリモートハラスメント。リモートハラスメント、略してリモハラ。ビデオ通話やオンライン会議を通して行われるセクハラやパワハラのことよ。そんな実際に殴られたり触られたりするわけでもないんですから、ちょっと神経質すぎませんか？分かってないわね。リアルに合わないからこそ面倒なハラスメントが起きているのよ。まずはリモートセクハラ。プライベート空間をつなぐオンラインだからこそのハラスメントが増えているの。しかも個人間のやり取りだから発覚しにくい。そうなんです。かといってクライアントとの打ち合わせでバーチャル背景にするのもなんだか失礼なような気がして。いいじゃないですか、見られたって減るもんじゃないし。おっさんたちにとっては20代女性の部屋の中を堂々見られるというまたとないチャンスですもんね。キショバル。井上ドクターによると、セクハラを受けた本人は言葉のダメージに加えて何もせず我慢している自分にイライラしたり、そういった色っぽい冗談を冗談で済ませないのはダメだと自分を責めてしまったりするの。他にはこんな例も。在宅勤務で少し太ったとか、もう少し部屋見せてよとか、今日はどんな服装なのとか、たとえ男性に対しても部屋にそういうものを飾っているからいつまでも一人なんだぞといった軽口は立派なセクハラです。いや、でもさ、まあ、リモートの距離感を埋めようと気を使ってですね。確かにリモートワークでは雑談や世間話が減ってコミュニケーションを取りづらいから必要という考え方はありますが、容姿や服装、生活空間の話題は極力避けるのが無難なの。ああ、まあそうなのか。リモート会議だと相手のプライベートな空間が見え、その生々しさと新鮮さがついつい普段言わないことまで言わせてしまう。特に異性で二人きりの会話ではまるで個室居酒屋にいるかのように錯覚して大胆になりがち。勝子さん、リモートセクハラを防ぐ方法ってあるんですか？そうね、リモートセクハラを防ぐ方法はこの次に教えるわ。もっと職場トラブル解決法を知りたければ精神科産業医の井上智介先生の本を読むといいわ。見るだけで一歩前へ進めるシリーズ、見る前、チャンネル登録よろしくお願いします。